こんにちは、エン・カタローチャンネルです。オリコンの2022年8月29日付の演歌歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2022年8月15日から2022年8月21日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、白秋、田川利美。発売日2022年7月6日、日本コロンビア。第19位、アキラ、岩佐美咲。発売日2021年10月6日、トクマジャパンコミュニケーションズ。第18位、それおまんたばやし、東京力車。発売日2022年7月20日、定築エンターテインメント。第17位、妻という名の浜博也。発売日2022年8月17日、定築エンターテインメント。第16位、長良川、岡優子。発売日2022年7月27日、キングレコード。第15位、友情の星、村木弾。発売日2022年1月12日、日本コロンビア。第14位、空席、川野夏実。発売日2022年6月8日、日本クラウン。第13位、夢追い人、三山ひろし。発売日2022年6月8日、日本クラウン。第12位、少年、ラストファースト。発売日2022年6月29日、日本コロンビア。第11位、女一人の日本海、美里さとみ。発売日2022年8月17日、定築エンターテインメント。第10位、大阪ロンリネス、田中あいみ。発売日2022年8月3日、日本クラウン。第9位、0時の終列車、二見総一。発売日2022年4月27日、
本クラン第8位紅の糸牧琴美発売日2022年8月3日日本クラウン第7位一人風の盆森山愛子発売日2021年11月10日ユニバーサルミュージック第6位文明開化ウォンビーロング残波発売日2022年4月6日エンターウェイ第5位そのわけは旭川水田龍子発売日2022年8月10日キングレコード第4位八丁堀交差点角川博史発売日2022年8月10日キングレコード第3位誰に愛されても山内圭介発売日2022年3月2日ビクターエンターテインメントロングヒット中の誰に愛されてもがジャケット写真とカップリングを新たにした花版と酒版が発売花版のカップリング曲には別れた女性への未練の心情描写と鮮やかで賑やかな花火との対比が切ない三連マイナー演歌花火酒版のカップリング曲には気風のいい江戸っ子の主人公を中心に庶民の生活や心の機微を生き生きと描いた時代物演歌酒語りが収録されています。第2位一枚の切符竹島博史発売日2022年6月15日定築エンターテインメント竹島博史の新作はプラハの橋の作家人によるヨーロッパ三部作ともいえるロマンティックな内容でリリース。チェコの大作曲家ドボルザークのオペラルサルカの物語を題材に三幸康平氏のメロディアスな作風がマッチした絶品のバラード曲。チェコの親善アンバサダーになった竹島さんが歌うのにふさわしい作品です。第1位甲州路氷川きよし発売日2022年7月26日日本コロンビアデビュー23年目2022年度第2弾シングル甲州路原点に立ち返りまたたびものの軽快な演歌楽曲となります。カズ・翼氏の作詞による甲州街道を舞台に恋に破れながらも夢に向かう姿を描いたストーリー。師匠
水森英夫先生の手による作曲で、デビューから支えてくれているファンの期待に応える作品。氷川きよしの歌手活動休養前ラストシングルです。皆様、ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。